は手の動きで歌詞を表現します。両手を広げ、体の前でクロスし、胸に引き寄せます。大切なものを抱きしめるような気持ちで手を胸に引き寄せましょう。右手の動きに顔の動きがついていくようにするとうまくいきます。両手を鼻に当ててから手を斜め前に出します。その時、本当に香りを嗅ぐように息を吸います。息を吸うタイミングの時に肩の動作を加えるとよりきれいに見えます。手を前に出しながら持ち上げ、実際にレイをかけるようにします。常に中指の先同士をつけるように注意し、最後は胸の前で止めます。片手を目に当て、もう一方の手を斜め前に出します。遠くの景色を見渡すように手と目線を動かしましょう。から手を出し、正面で船の形を作ります。次に船が波を越えるようなイメージで手を動かしましょう。船の先端があまり下を向きすぎないようにしましょう。手を斜め上に伸ばします。もう一方の手は風が舞っているかのように頭の後ろで2回転させます。少し顎を上げ、伸ばした手の先を見るようにしましょう。両手を近づけ斜め前に出し、指先が波を越えていくような動作をします。手首を柔らかく使い、腕はあまり大きく動かさないようにしましょう。
片手は胸の前で土台を作り、その上にもう一方の手を乗せ、ヤシの木が風にそよぐように柔らかく動かします。指先の動きを目で追うようにします。片手を高く上げて、山並みを望むように左右に動かします。もう一方の手はあまり下がらないようにすると美しく見えます。手のひらを返しながら花のつぼみを作ります。指先が常に上を向いているように注意しましょう。